インスタントというか即席枝豆ご飯と生協から届いたウインナーと、ウインナーチンしただけです、と生姜と、ちまきさんからいただいたフリーズドライというか野菜の干したの玉ねぎのスープと、これがゴーヤを揚げて、あと味噌とローズマリーの油と混ぜたんですけど、ローズマリーの油はニンニクが入ってるからいいかなと思って、ちょっと出汁が多かったけど美味しいんじゃないかなと思って作ってみました。いただきます。あっさりしてて美味しい。わかめは千原さんの彼女さんからいただいて、今日は誰やったかな、チルちゃんかな、後で上でセーターの案内所の写真を撮ります。ゴーヤはどうかな、うん、いつもはもっと濃い味なんだけど、ちょっとあっさりすぎたかな、うん、いつもはニンニクと生姜と味噌とあとだし醤油と混ぜたタレを作っといて、それで片栗粉と小麦粉でまぶしたあのニガウリを油で揚げて漬け込む感じで、即席の枝豆ご飯が美味しい。枝豆湯がいたのにちょっと塩入れてご飯に炊く前に、ウインナーは届いたところです、うん、ごっそり